はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。このディアパソンの 170E を昨日開いて、ざっと動画を撮ったんですが、ちょっとね、音がやっぱりだいぶ狂ってるのと、音色のバランスのところでちょっと気になるところありまして、4時間半ぐらいかけてちょっと手を入れました。まあファイリングというハンマーのね、形を整える作業と調律とね、ざっとですけどね、まだまだやるところあるんですが、とりあえずまあお客様が来て弾いていただくのに、まあこれだったら大丈夫かなという状態までは持ってきましたので、ちょっとそれをもう一回ですね、動画を撮り直したいと思います。626121のね、製造番号のものです。まだね、蓋とかは外してる状態ですがね、結構良くなるいいピアノなんですが、音を整えるとさらに良くなりましたね。これは絶品ですね。ちょっと音を聞いてもらいたいと思いますが、まずね、中音部のとこ聞いてくださいね。で、しっかり音きれいになりましたね。スタンゲーみたいにコーンときますね。これぞ低音側、中低音ですね。クラシックなんかでも弾いてたら気持ちいいと思います。ありませんね。指がちゃんと動いてないのでね、ぎこちないですがね、クラシック弾くとボロが出ますね。高音側が綺麗に聞こえるかどうかっていうのは、この曲が一番よくわかります。ピアノはもともとすごく良くなるピアノですが、さらにファイリングでハンマーの形を整えて溝を取ってですね、そして、調律で、全体的なピッチを上げてやるとですね、さらに、いいなりになりました。きらびやかなですね、スコーンと伸びる、まあ弾いてて気持ちのいいピアノになりますね。きっとこういう音が好きな方は多いんじゃないかなと思います。ぜひ、見に来ていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。それではさよなら。